今日はバレンタインか。誰かチョコくれるかな。坂本くん、舞ちゃん、お、もしかして、おー、いいじゃないですか。くれるんですか。ありがとう、舞ちゃん。もしかして俺のこと。じゃあね。はい、矢部くんチョコ。うわぁ。そういうことですか。なるほど。いつもお世話になってますから、みたいなことですか。まあ、まだまだ道のりが長いなぁ。学士だよ、本当に。来年こそは絶対本命のチョコをもらうぞ。そうそう。あれ、そういえば、もう一人の女の子どうなったんだろう。まあ、いっか。ああ、変化球は無理だな。速球ギリギリいけるかな。どうだ。はい、終わった。故障したらなんか能力が下がったりとかしたはずだから。そういえば明日学年末試験だったでやつね。嘘。いや知らなかったでやつか。本当だよ、矢部くんの言う通りだよ。坂本くん全然勉強しねえな。野球部のことしか考えていなかった。それは問題だよ。おいらの大切なノートを貸してあげるでやんす。コンビニでコピーするでやんす。ありがとう、恩に着るよ。本当にね、持つべきものは友だね。はい、でやんす。あら、これもコピーじゃないか。なるほど。あれ、これはなんて読むかわからないけど、多分できすぎ、できすぎくんの、あれじゃないかな。まあいいや。おいらも一夜漬けで頑張るでやんす。なんだ、俺と一緒じゃないか。赤点取ったら大変でやんす。本当にね。あ、補習授業。補習授業とかあるんや。うちの高校そういうのなかったからな。よし、やってやるぞ。カリカリ。知識が少し高ま、少し溜まった。知識っていうポイントなかったはずだけど、どういうことだ。モードが眩しく光る。頭に知識が流れ込んだ。おう。なんだか疲れてきた。どうする。どうしようかな。休まずにやるのは効率が悪いから、ちょっと休む。ああ、そういうことか。あ、よっしゃ。勝った。カリカリカリ。なんだか疲れてきた。どうする？ここは気合を入れる。よし。下がるのか。それはダメだ。ダメだから、休まず頑張ろう。したらどうなる？あ、負けた。負けちゃったよ。結構勉強できたぞ。ああ、あれで結構勉強できたんだ。長い戦いは終わった。あとは結果を待つのみだ。お、70点。国語70点。意外と高い。数学87点。理科71点。地理75点。英語88点。もうなかなかいいやん。頑張ったな、坂本くん。よし、よかった。これ、多分、補習になると練習できないのかな？ちょっとなったことがないからわからないけど、そういうことなのかな？変化球は、よっしゃ、いって、速球で。あれー？あー、爆発しちゃった。どうしよう、これ。どうなるやろ？坂本くん、どうしたでやんすか。どうやら坂本は肘にとんでもない爆弾を抱えていたようだな。完全に肘をやってしまっている。やべえ、急いで保健室に連れて行くんだ。分かったでやんす。どうですか先生、これはひどいわ。ってことは、そうね、かわいそうだけど今までのような投球はもうできないわ。なんだって。すまん、俺がもう少し注意していれば。無理な練習をしていた。下は俺が悪いんです。これからどうするつもりだ。どうする。どうしよう、これ。今更野手としてですか。もうだいぶ来てますよ。サイボーグとして生まれ変わるってどういうことやろ。あ、大丈夫博士か。
なんか大丈夫博士っていう、なんかとんでもない博士がいたはずなんだけど、サイボーグ博士、サイボーグ博士じゃないわ、大丈夫博士かな、これが。よし、そうか、そうきたか、実は俺もサイボーグなんだって。そんなわけないだろう、真剣に考えろ。そうですね、冗談です、すいません。これからどうする？あれ大丈夫博士じゃなかった。じゃあもう癒しとしてやるよ。なんでこんなことになるんよ。そうか、わかった。それでシビはどこにする？どうしようかな。どうしよっか。肩があるから、キャッチャーでいいんじゃない？俺、キャッチャーに転向します。そうか、わかった。癒しとして一からのスタートだ。いろいろ大変なこともあるが、くじけるんじゃないぞ。はい。俺は第二の野球人生を歩み始めた。マジか。捕手になった。ああ、まあでも変化球ポイントはいらないからいいや。ああ、腹減った。遅くまでご苦労さん。と言いたいところだが、一っ走り行かねえか。OK、親父。今日は勘弁。OK、親父。月の明かりの中、ランニングをした。おー、上がった。まあ、疲れたまま。ああ。ヤシのやつになってる能力は。肩はいいか。よかった。まあ、そっか。投手だからね。いや、偶然だね。お、イカリ。確かパワフル高校の坂本くんだったかな。お、覚えてもらってるね。どうだい、少しは野球上手くなったかい？もちろんだとも。いや、それが。いや、それがだよ。本当に。ははは。そんなに気を落とすことじゃないよ。僕の嫌なやつやな。焦っちゃいけないよ。じゃあ失礼。ムキー、なんだかすごくムカつく。俺のピュアなハートがかなり傷ついた。あー、ちょっと、ちょっとどうしようかな。あれ治るんかな。なんかバッドステータス的なやつ、どれで見るの？データかな。これちゃうな。ああ、特にこれには書かれてないのか。不眠症だったよね。ああ、違う違う。あ、弱気か。間違えて、弱気になったのか。どうしよう。ちょっと、坂本くん一からのスタートですからね。まあ、守備がすごい選手にしたいな。あ、坂本くん、今帰り？うん。よし、帰ろうじゃないか。よし。どうしようかな。能力を上げてみよう。ミート G っていうのがいただけねえな。あ、全然上がれねえ。技術ポイントが足りないのか。技術と筋力。よし。守備練習をやっていきたいけど、とりあえずメンタルで。よし、守備練習が上がるね。あー、27%、全然ダメだな。まずメンタルで回復して、で守備どうだ。結構上がるな、やっぱ。練習のあのレベルが上がったからかな。おい、いつまで、いつまで寝てるんでいい。江戸っ子やな、おやじさん。朝からうるさいな。もうすぐお天道様が顔を出すってのに寝てるんじゃねえ。なんだよ、おやじ。朝練やるからさっさと着替えて、用意しろい。まだ5時じゃないか。起きる。またまだ寝る。いやー、でも、なんか、うちの高校の知り合いとかは5時にはもう起きてたからな。野球部の人。それはもう起きるでしょう。チュンチュン。よし、一っ走り行くとするか。親父、もう年なんだから、あんまり無理しないでくれよ。何言ってんだ。まだまだおめえには負けねえよ。10分後、おーい。もう少しゆっくり走って。
なんだよ、もうお前自転車で来いよ。あーでも疲れ溜まっちゃった。どうしよう。そんなにあげれないから、よし、デートに行って疲れを癒そうじゃないか。トゥルルル、どこに行こうかな。3月だからもうこの時期あったかくなってきてるから公園に行きましょう。いい天気だね。ほんと久しぶりね。そういえば昔はよくこの公園に来たよね。あ、でも昔は公園じゃなくて空き地だったけどね。そうそう、まいちゃんたち女の子と場所取りでいつも揉めていたっけ。あの時まいちゃんが怖くて怖くて。なるほど。嘘、私そんなに怖い顔してたっけ。してたしてた。してないよ、ほら今も。え、もう坂本くん二人じゃ、なんだこのこの感じ。なんかちょっとなんかあんまり良くないな。あんま好きじゃないな。とても喜んでくれたか。さてとどうしよう。あと1回デートして告白しよう。もう OK だ。あ、そうなの。あ、そっか、弱気、ここで弱気きたか。あ、どうしたの矢部くん。今日は新入部員がやってくる日でやんす。なんだか落ち着かないでやんす。坂本くんこそ気にならないでやんすか。もう俺たちも先輩になるのか。1年なんてあっという間だね。もうグラウンドにやってきてるかもしれないでやんす。それじゃあ行ってみるぞ。ほらほら、そんなボール怖がってちゃ取れるやつも取れねえぞ。おお、今年もやってるね。もう一度行くぞ。おいおい、それぐらいにしといてやるよ。毎回こんな感じなのかな。あ、監督、新入生にそんな練習やっちゃみんなバテバテ。あれ、終わりっすか。やっと体温まってきたのに。なんだ、元気なやつもいるじゃないか。新入生で尾崎のノックを受けて息も切らさないとは、なかなか見どころのあるやつらだ。そっちの背の高いやつ、名前は何て言うんだ。手塚貴文です。おお、手塚サーブ打てます。シャイでお茶目な15歳です。あんまり好きな感じではないな。中学までピッチャーやってました。日中の快速急行って聞いたことないですか。電車。俺っちのことなんですけど、日中の快速急行さあ聞いたことがないな。そんなに球速いのか。よく聞いてくれました。俺っちのストレートの球速はおよそ時速78マイルです。な、なんだって。わかるの矢部くん、どれくらい速い。1マイルが 1.6 キロだからおよそ全然遅いやないか。125って、俺が入ってきた時126だったよ。ははは、そうなんですよ。球速あんまり速くないけどコントロールには自信あるんですよ。ちょうどいいところに止まることができる。おお、なるほど、特急車。なるほどね、そういうことなんだね。そういう意味で快速急行。なるほど。あ、もちろんピッチャー希望です。よろしくお願いいたします。あ、もうちょっと、まあまあ元気があってよろしい。ピッチャー希望か、なんだか変なやつだな本当にね。まあいいや。そっちの小さい方は円谷和義っす。内野ならどこでもできるっすよ。おお、なんかいいですね。おお、頼もしいな。こいつ俺っちと同じ二中だったんす。体小さいけどちょこまかとよく動くやつなんですよ。セカンド、サード、ショート、どこでもバッチリだと思いますよ。でも一番うまいのはセカンドかな。な、バッティングも悪くないですよ。でもこいつのすごいところは50メートル。おお、すごいね。50メートル5秒台の俊足ってすごいな。それでついたニックネームは二中の盗塁王。なんだ、そのままか。そうやね、確かにそのままだね。二中のやつはニックネームが好きなんだな。二中自体はですね、本当にもういいよ。今
今年もこれだけの新入部員を迎えることができて非常に嬉しい。今年こそは宿敵暁大附属を倒して夏の甲子園に行くぞ。おお、あの経験者の2人はなかなかやりそうだ。俺も負けないように練習しなくちゃ。おお、治った、よかった。あんなしょっちゅうあれやる気失ってたらめんどくさいもんな。やってられないっすよね。そろそろ時間もいいんで、もうちょっと今日は終わろうと思います。これどうやって終わるのかな。システムか。これで諦めるじゃない、セーフして終わる。これで一旦じゃないわ、今回はちょっと終わらせてもらいます。また続きをやっていきたいと思いますので、よろしければご視聴してください。ではここまでご視聴ありがとうございました。